本でキャプテンいきましょう。あ、一緒一緒いいの、はい、じゃあ一緒に小さくしていこう。小さくしていこう。結構小さく、結構小さく、結構小さく。何何何何やり方新しいよ、今日。さすがにヤジが少ない。はい、僕はヨシクを持ってきました。お、ルーキー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 景色、はい、意味わかる。いや、わからない。ショートコントみたいな。じゃあ、調べてきましたね。未来の姿を先に喜び、弱ってしまうことで現実を引き寄せるということをヨシクと言います。このチームでね、みんなこのヨシクを、1年目の頃から言ってきて、みんななんかこう考えながらやってると思う。みんなね、ヨシクに対して。けど、ただ一つみんなでできてないことがある。けど、何やと思う？ちょっとわからないです。ママ、わかる？わかんないです。伊藤さん、お？何やと思いますか？1個。一つしかないやないか。できるやもん。優勝に向けて練習してるわけでしょ。はい。でもこれは練習してないと思うね。はい。何練習？はい。ヌグボーイではないですよ。ヌグバ。ヌグバ。何これ何これ。これちゃいますか。胴上げです。ちょっと今胴上げしようかなと思いますんで。いいですか。これはヨシクです。じゃあ、いいですか？ヨシクです。ありがとうございます。最高です。胴上げの練習ね。あの、ちゃんとデータが必要だから。あ、何回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 何ありがとう。今日ね、僕たちキャプテンなんで、まあ、何でも聞いてもらおうということで、今日のメニューを全部決めました。え、力あんのお前。ね、監督いいですよね。もちろん。あ、大丈夫ですよね。大丈夫。安丈。今日はフリーアップです。まずはフリーアップ。で、フリーアップ終わってからバッターはバッティング周りだけ。だけだけです。だけなんですよ。ピッチャーはピッチング行くまで、ピッチングの過程をしっかりして、ピッチングして、その後のランニング、とコンディショニングは各自で10です。で、その後に自主トレは、自主トレっていうか自主練習は、まあコーチだったり、裏方使って、好きにして、まあロッキンなんで、みんなで盛り上げて、集中して頑張っていきましょう。えい、いいですか？いいですか？どうぞ。お、早い？いいですか？長野さん。二人が言うんだからもう、それはもう。キャプテン、キャプテンの権利。じゃあ、行きましょう。はい、よし、OK。じゃあ、胴上げ本番ね。9月かな。いや、ちょっと早かったら8月かな。9月？よっしゃ。9月でいっちゃう。本番もっと高く上がるから。OK。それぞれイメージトレーニングで、するようにお願いします。